くりしていってね。今回は久しぶりの釣り編です。なかなかコロナの影響で近場の山のみでしたので、解除になってよかったと思っています。しかし行かない間にイカも終盤、少しでも釣って冷凍しておこうと思っています。本編の前にお願いと感謝を。お願いはチャンネル登録お願いします。投稿者のモチベーションが上がるのでぜひお願いします。感謝はやっと300人登録になりました。これも皆様のおかげです。ありがとうございます。これからも精進したいと思います。では始めていきます。隣では早速釣れています。そういう私はエビロストで結び直し中。寄ってきたみたいですね。隣の方また釣れています。そういう私はエビを選んでいます。釣り具屋さんで500円で売っていたアオリイ級を選びました。もうこれは秋イカのサイズですね。ではそろそろ本気を出していきます。もたもたしている間に先行されたので巻き返しますよ。首に鉛を巻いて少し調整。行ってこい。ですが1投目では来ませんでした。2投目、行ってこい。このポイントは少し深めなので待ちが長い。ほらおいで。久しぶりの重さです。道具は昔のものですが、信用できる道具たちです。係の方がスタンバイ。さてどのくらいあるかな。意外といい方かな。というところでしたが、今回は時間で終了でした。少しでも楽しめたのでいいです。
一匹も釣れたんですから。ではここら辺で、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。また見てね。